どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、活躍させたいモンスターがいるんすよ俺。サムネイルにもなってると思うんですけども、今日のですね主役、ご紹介していきましょう。お前誰やねんっていうモンスターなんですけど、グレイドルドラゴンというモンスターを皆さんご存知でしょうか。これね結構強いんですよ。ステージをデュエルリンクスのステージを上げていくと、モブキャラクターがたまに使ってくるモンスターで、もともと実装されてはいたんですけど、なんでか知んねえけど忘れ去られてまして、ほんとキングオブ今更実装のモンスターとなっております。どういう、まあ、モンスターか、まずシンクロ素材は、チューナーが水属指定です。出しにくいね、水属チューナープラスチューナー以外のモンスター一体ということで、出しにくっていう、あと見た目キモっていうねこれどうなってんだよ、これどういうモンスター。なんかさ、尻尾は蛇だしよ、なんか羽生えてしよ、首長いしよ、これどうなってんだよ、これメカゴジラみたい なんか体してるしよ、こいつ何なんだよ。でこいつ効果結構強いんですよ。グレイドドラゴンのマルチマンの効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できませんよと。で、マルチマンめっちゃ強いです。このカードがシンクロ召喚に成功したとき、その素材とした水属性モンスターの数まで、相手のフィールドのカードを対象としてそのカードを破壊すると。だから、まあ、2体か3体じゃないですか、シンクロって基本的にやるのは。リンクスだとね。だからね、2枚か、水属性を使えば2枚か3枚破壊できるんですよ。強すぎ？ガチ、バチクソ強いやん、それは。で、マルギマン、このカードが戦闘効果で破壊されると墓地の水属性モンスターを蘇生できますよと。これねすんごい強くて、あのね出し方なんですよ問題は。じゃあどうやって出すか、あのグレイドルを純正で使うとあのマジ弱いからあの生放送 あのアーカイブ見ていただければ、グレイドル使ってるあの変態が一人いるんで、あの分かると思うんですけど、あのモノコーラっていう変態がいたから分かると思うんだけどあんま強くないんだよね。だからこれどうやって出すか今日は、工夫しまして、まずね、レベル、水属性チューナー、水属チューナーはどれか。これね、ウォータースピリットっていうね、これつぶらな瞳が可愛いね。つぶらな瞳が可愛い。この可愛い水属チューナー、レベル1と、これ、デニクアビス。マーメイルの、ね、デニクアビス強いんだよね。これ、手札から水属性を捨てると特殊召喚ができるんですよ。だから、あのデニクアビスと、これ、ウォータースピリットがいれば、もう即座にこれ出せます。2枚破壊の。2枚破壊のグレードドラゴンが出て、で、こいつの効果って水属性を捨てて、特殊召喚できてて、特殊召喚に成功するとレベル4以下のマーメイル持ってこれるんですよ。だからアドバンテージの損がなしで特殊召喚できるモンスターなんですね。これすんごい強いんですよ。で水属性を捨てる、水属性をこの辺の重装兵とか、狙撃兵にすると、これ表側破壊するし、これ裏破壊するんですよ、水属性モンスターの効果で捨てられると。だからグレイドラドラゴンを出す過程でこれ重装兵捨てると表1枚破壊してさらにカード2枚破壊するから3枚破壊するんですよ。手札2枚使って。強すぎか？強すぎだろう今日はこれをやっていきたいと思ってます。で、他のギミックは前、あの、KC カップをファーストステージで、なんか2個ぐらい前の KC カップ、ファーストステージを僕突破した海洋デッキっていうのが、海洋ブリュリュリュデッキっていうのがあるんですけど、まあ、それのギミックです。あの、フィールダー入れまして、で、レベルコピーして、この、こっちとかこっち出すやつね。あのブリューナクとかドルフィンとか出すっていうパターン のそういうデッキになってます。メインギミックはやっぱ基本的にはやっぱこれ出したいね。グレイドルドラゴン出したい。うん、なんでかっていうと理由は気持ちが悪いから。はい、ということで早速海洋ブルルルグレイドルブルルルデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちょっと1個言っていいですか、あのグレイドルって何すげえ根本論なんだけどさ、グレイドルって何、グレイドルっていうのは何なの、何のこと、グレイドルっていうのは意味が分かんないんだけど、グレイドルっていうのがちょっと関係ない話をしてるが、セットセットセット、なるほど、ドロー、アビスパ福岡、なるほど、とりあえずディニクアビサ行くよ。俺ディニックは行くよ。これな、海洋だったら強かったんだけどな、これ海洋だったら最強だった。これが狙撃兵かなんかだったら最強ムーブで、ディニックアビス煽りの攻撃表示で、ディニックアビス効果、マーメイル持ってこれるので、ここでアビスパ福岡だな、アビスパ福岡、アビスリンデからの
魂のウォータースピリットを召喚さあわかんねえだろ何されるか。いくぞ、俺はレベル7、デニカービスにレベル1、ウォータースピリットをチューニング。遥かなる空より舞い降りよ未知なる生命体、シンクロ召喚いでよグレイドルドラゴン。そしてグレイドルドラゴンの効果発動、水属性素材とした水属性モンスターの数だけ相手のフィールドのカードを選択しぶち壊していくぜ。おらーグレイドルファイヤーで狡猾狡猾。まあでもグレイドルドラゴンは破壊された場合、グレイドルアビスリンデの効果、ああ強いわ、アビスリンデの効果、そしてグレイドルドラゴンの効果も発動。グレイドルドラゴンによって墓地のディニクアビスをと、あこれもう一回グレイドル出せんのか、これワンチャン、あでも一旦に一度か効果はグレイドルのデッキから特殊召喚するのはアビスパ福岡でいいか、アビスパ福岡特殊召喚、そしてアビスパ福岡の効果はそうアビスリンで墓直ってレベル3のモンスターを手札に加えていく。何でもいいんだよねこれ、これ狙撃表でいいよ。これは買ったんじゃねこれなんかすごい、なんかすごいこと起きた、ガチやばいこと起きた。でこうじゃん、でレベル3のアビスパ福岡にレベル3サイコビルダーをチューニング。封印されし闘竜よ、今その呪縛を解き放ち破滅の雄たけびを上げよう、シンクロ召喚いでよ氷結界の竜ブリューナク。そしてブリューナクのこれはつかない、ブリューナクの効果発動、狙撃兵を墓地の奥にてめえのモンスター一体をバウンする、ちょうど4000だ。おおなんかすごい語彙力。さあお相手の方イシズ・イシュタール、ババアですね、よろしくお願いします。13倍、なんか石津のことをさババアって罵るとすげえコメントで叩かれるんだけどさみんなやっぱ石津さんのこと好きなの。俺なんかリンクスやっててこいつすんげえもうあの地獄のように嫌いになったんだけど、この女俺今のところ一番嫌いなんだよねこいつ、リンクスのキャラクターの中で、リンクスのキャラクターっていうか遊戯王のキャラクターの中で、なんでかっていうとリンクスやってるから理由ゴミー、理由ゴミー、マジシャンとナビゲートOK、あーまあまあまあ先行取っといてよかったみたいな感じか。ちょめんどくせえはめんどくせえな、でもまあちょっと魔導陣を破壊しないとなんとか、ああでもそれ殴ってくれるのはありがたい、殴ってくれるのはありがたいわ。これアビスパ福岡じゃね、これアビスパ福岡でしょ、でアビスパ福岡召喚、アビスパ福岡効果発動、重装兵捨ててこれのために入れといた、これのために入ってる。で表側の角重装兵の効果でぶち壊していく、オッケー、これで除外はさせない、これで除外はさせないぜ、効果は発動しないぜ、アビスリンデの効果は一旦に一度しか使えないぜ。ウォータースピリットきた、ウォータースピリットきたか、ウォーレスピット、ウォーレスピット、ウォーレスピット、ウォータースピリットか。これ召喚してレベルコピーしたらさグレードル出んじゃね、これグレードル出るんじゃねこれ、これなんかする、なんもしないこれ、ここなんもしない説あるよね。これグレードル出るわ、来たわ天才だ。レベルコピーの効果、ウォータースピリットのレベルを4にする、そしてレベル4アビスパ福岡にレベル4、ウォータースピリットをチューニング。遥かなる空より舞い降りよ未知なる生命体、新規の召喚レベル8、現れよグレードルドラゴンお前誰やねん。で、セットカードを選択し、てめえのマジシャンズナビゲートだろそれ、破壊させていただくぜ。お、なるほど、いいだろう、マジシャンズナビゲートの効果で、ブラックマジシャンが出てくる、ブラックマジシャンが出てきて、まあ、ブラックはちょっとティマイをそのマナコを握ってとかいう、まあ、ゴリハンだけやめてほしいっていうのあるね。いいよ、問題ない、オッケー、ベイフォース、よーしよーし、バトルフェーズ入っていく、でとりあえずブラックマジシャン1体ぶん殴っていく、アビスパ、まあ、これターンエンドか、ターンエンドだ、ターンエンドだ、
ね、次のターン一応シンクロ、まあ、アビスフィア止めてくるかな、ちょっとわかんないけど、止めてくるの、多分止めてくるのもいいけど、あ、魔導陣、え、これでさ、あのブラックマジシャンアドバンス召喚とか俺されたら怒るよ、さすがに。俺さすがにそんなゴリハンされたら怒るよ、さすがに。ちょっとこれがフラグじゃないかと祈る。これがフラグではない。よーし、何もサーチはできない。さあどうする、ブラックマジシャンよ、守備表示いいだろ、何もすんな、何もすんな。メインフェーズ終了前、ターン終了時、これは出さなくてもいいか、これは出さなくても別にいいか、一旦終了じゃないか。これ出して無効にされても意味ねえしな。これ次のターンで無効にするかどうかちょっとお伺いを立てるっていう。あー、なるほど、アビスフィア、アビスフィアはどうですか、アビスフィア無効にしますか、無効にでもするか、さすがに1枚だし無効にするか。ちょ、ミスったか、アビスパー不幸から実は減ってなかったか。ちょ、まあいいや、バーンってなって、で、アビスパ福岡召喚して、アビスパ福岡の効果はどう、重装兵捨てまして、これは本当に魔導陣でしょ、これこそ本当に魔導陣、もう魔導陣2枚をしっかりと重装兵で処理しながらのバトル、いけ、ほら分からせていけ、ブラックマジシャンに分からせていけ、3終了。よし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 、強いぞ、すごいぞ、強いぞ、かっこいいぞ、かっこ、お、来た、最強、最強だぜ、最強すぎるぜ。フィッシュボーガーチャーを召喚、そして俺様はレベル4、なんかアビスパ福岡にレベル3のフィッシュボーガーチャーをチューニング、すべてを壊せ、デストロイ、俺のズボンはコーディロイ、お前の車はロールスロイス、シンクロイ召喚、いでよデストロイ侍。そして俺様は手札より水属性モンスターをリリースし、デニックアビスを特殊化し、狙撃兵じゃマジだ、デニックアビスの効果発動、デッキより太陽、マーメイドモンスターを手札に加えていく。さあくたばれ、バトルだ、うおー、あ、クリオールか、カイトロイド、くそてめえ、めんどくせえな、諦めろ、ばっか手札2枚で何ができる、手札2枚で何ができる、クソゲーガーはもう諦めろよこいつ、こいつ諦めろ、安西先生は言っていた、バスケがしたいですって、あ、それ三井だ、それ三井だ、バスケがしたいですって、それ三井だ、間違えたわ、はこいつ諦めろよマジで、諦めたらそこで試合終了だって言ってたけど、これさすがに諦めなくても試合終了だよこれ、粘るなぁ、まあ、でも粘る人嫌いではないですけどね、僕即されする人よりは粘る人の方が俺は好き、まあ、俺は即されするタイプなの、なのね、フィッシュボーガーじゃ不在すんなよ、なんでそういうことすんだよ、まあいいや、取る、よっしゃ、分からしていけ、分からしていけ、ほらほらプレミアム加工を見せつけていく、ユニカルでアビスミで持ってくる、いけ、うわぁ、黙れ、ほらグレイトビーム一個言いたい、グレイドルって何、さあお相手の方、てっちゃんじゃないですか、てっちゃん珍しいね、スキルなんだろ、粉砕かな、あ、リスタート、あ、え、こいつリスタート覚えるんだっけ、知らんかったわ、こいつリスタート覚えるんや、知らんかった知らなすぎ、ソーライクシンジオーケー、ソーライクシンジオーケー、あー、なるほどなるほど、30枚リスタートライトロードオーケー、光の援軍、なるほど、ちょっと耐久力はそこそこあるんです、サバキまで繋がれたらおしまいです、サバキまで繋がれたらブロック、なんだ俺ガンセキとかめっちゃいるぞ、ライトロードサモナルビナス、ほうほう、で、はいはい、なるほどね、なるほど、で、あー、ライデン効果、あー、なるほど、ガンセキ族めっちゃ落ちるな、なんだ、なんかすごいワクワクするぞ、なんだこのデッキは、で、ルミナスからの、ミカエル、あ、ミカエルだけやめてください、いや、除外は耐性ねえんだよ、こいつ、破壊してよ、除外は耐性ないんですよね、ちょっと、でもブロックから落ちてんのか、え、やば、強っ、強すぎなんだよ、どういうこと、異次元からの埋葬、なんだよ、チキショウ、強すぎだろ、強すぎなんだけど、
やばいってな、な、え、まあ、また、あ、もう2体目、え、ちょっとどういうこと、やばいの来たー空が綺麗。